ちゃうたかしのノックアウトチャンネルです。トムです。今日は内藤さん、内藤大輔さん来てくれました。元世界チャンピオン、よろしくお願いします。お願いします。コラボしててね。そうっす。さっき内藤さんのチャンネルでもいろいろ井上尚弥について語ったりとかいろいろしてるんで、内藤さんの方も見てください。で、今日はね、別に内藤さんと何を喋ろうって、特に僕の方はネタないんですよ。はい、決めてないんですよ。そうなの。はい、もうまあフランクな感じで何でもいいかなと思って。そっかそっか。はい、まあ、内藤さんいつも井岡の試合の時解説でいつも一緒になるんで。そうだね。はい、うんうんうん。いや、やっぱ内藤さんの解説のおかげってすごいありがたいんですよ、俺。なんで。いや、結構コメントで、うん、いや、あ、これちょっと呼び捨てちゃすいませんね、別にそのコメント欄、はい、コメントのままに、いや、内藤が何のコメント喋っても分かんないから、うちはコメントが分かりやすくて、から俺はそうだった。おかげで僕が際立ってしまってるんで、もう内藤さん本当にありがとうございます。そう感謝しかないです。そんなことだろうとは思ったけど、でも逆に俺みたいな解説が2人いたら、まあそうですね、もう何言ってるか分かんない。2人いたらちょっと面倒くさいんですけど、内藤さん1人だとまたその良さが際立って面白いなっていうのもあるし、だからこう本当陰と陽みたいなね。こう一人はもうわーって、俺はこう静かにスー淡々と喋るっていうので成り立ってるんで。解説難しいよね。難しいっす。難しい、はい、うん、難しい。まあ日々勉強だわこれは、はい、うん、まあ難しいっすよ、うん。まあ、内藤さんは多分ボクシング好きだから普通にもう観客として見ちゃう感じでもありますもんね。よろしくないんだけどね。頑張って勉強します。いや、大丈夫です。内藤さん賢い話しちゃったら俺が際立たなくなっちゃうんで、それだけはやめてください。そしたらそのうち降ろされるわ俺。大丈夫ですよ。いつ降ろされてもおかしくねえもん。内藤さん、まあ、内藤さんボクシング時代は結構変則ボクサーってじゃないですか。その動きの分かりづらいような。そうね、はい。ピークっていつだったんですか。何歳ぐらいですか。一番強かったなって時は。いや、やっぱりそれはやっぱり世界取った時だと思うんだよな、はい、コンサグレック、うん、なんでもそう。一流の何々、はい、ね、まあ、俺らボクシングが一流のボクサーを作りたければ結局一流の指導者なんだって思うか、独学だけじゃ絶対無理、はいはい、うん。で、だから俺逆にね、ちなみに、まあ、知ってると思うけど、はい、その世界3度目の世界戦で世界チャンピオンになったんだけど、はいはい、その3度目の世界戦の前にあるトレーナーとの出会いが俺を強くしてもらえたっていう。じゃあ内藤さんが思う一流トレーナーってのは誰ですか。もう恩師が野木トレーナー。あ、野木トレーナー、うん、なるほど。ちなみに、比嘉大吾選手のトレーナーだね、はいはい、あ、そうですね、やってますね今、はい、うん、まあ、野木さん有名ですもんね、うん、うん、もうその野木さんはその選手に合ったトレーニングをアドバイスしてくれる、はいはい、だからみんなに同じことじゃなく、いや、これ真面目な話ね、はい、もうずっとジムの会長だったの。あ、トレーナーが。そうそう。はいはいはい。宮田さん。で、宮田ジムの会長は、宮田会長は、はい、やっぱ能力ある選手じゃないと見たからなくて、はい、まあ、こちはあれだけどね。はいはい、まあ、まあ、そこそこあったんだけど、ほんで、見てもらってて、で、まあ、そうだね、新人を取って、まあ、日本チャンピオンになった。はいはいはい、で、それ以降は、やっぱ伸びなかったかなぁ。でね、やっぱり宮田会長のせいで。いや、そうじゃなくて。あ、違うんすか。で、なんだろう、これはね、生意気な言い方かもしれないけど、宮田会長は元ランキング1位までだったんでね、はいはい、で、昔、網膜剥離で辞めた方なんだけど、はい、だから、やっぱ日本レベルまでのトレーニングじゃないかなって俺は感じてしまった。なるほど。うん、それで、まあ、あちこちでこう行くようになって、はいはい、壁にぶち当たったから、ほんでちょっとジムの会長にちょっと揉めたことあるの。まあそうですよね、だっていつも宮田会長嫌いですもんね、いつも思います。やめてで、で稽古よく行ってたから、はい、やっぱちょっと怒られちゃったことがあって、うんうん、でちょっとそこでまあまあ分かりやすい方するともう喧嘩したの。なんでで稽古ダメなんだと、で稽古行くな、はいはい、どうなんすね。でおめえはちやほやされてから出稽古行けるなら日本ランキングで泣いておきましてちやほやしてくださいよって思われたからだって、ふざけんなって、なんそんなこと本気で言ってんのかって喧嘩したの。で、おめえ黙って俺の言うこと聞いたらチャンピオンになれんだよって言うから、お前の言うこと聞いたらチャンピオン、言うこと聞いたらチャンピオンになれんだよって、もう本音で喧嘩したんですよ。ほんで、
じゃあ勝手にしろよーと勝手にするって言って、僕はできるあちこち行くようになった、はいはい、で、その後試合するじゃない、で、ちゃんと結果を出したんですよ、はいはい、勝ち残っていった。そして、そこで会長も、あいつでけえ子でちゃんと強くなってんだって、で、ね、こう言ってきたの、ね、お互いこうやって約束したの、ね、話し合って、俺、ちゃんとお前、世界戦まで組んでやる、はいはい、お前、絶対試合勝てよ、分かりました、絶対試合で勝つ、はいはい、うん、うん、世界に向けて、どの試合もお父さん、はい、その代わり、ちゃんとマッチメイクしてくださいよ、世界まで組んでくださいよ、分かったって言って、そこでガッツして、やれていけたっていう、そういうエピソードがあったのよね。まあでも、キングスガチャンピオンだっても、結局仲良かったですもんね。で、結局そこは。っていうか、会長には感謝してる。はい、ただ、どうしようもね、とこあったからな、ただ、感謝してるけど、でもダメだ、これ以上だってディスることなんかダメだっつうの。さん、大丈夫です。いやー、宮田会長には感謝してますよ。会長、いや、でもね、俺、これは本当、宮田自分でなければ、世界取ってなかったな。宮田会長、いや、何度も喧嘩した。でも、宮田会長のいいところは、何度喧嘩しても、またやっていくぞって言ってくれたところだね。それで今の自分はやっぱあるのよ。っていう、もう、やめとこう、そろそろ。そうですね。悪いよ。悪いよ、本当。じゃあ話しかよ。じゃあ、内藤さんがボクシングで、ケンシロウと試合するなら、どういう戦いしますか？ケンシロウ？はい。あのね、いや、もう今更だけど、できるかどうかわかんないけど、やっぱ見てて、あのね、あの人は追っちゃダメよ。追っちゃダメ。うん。追ってったらダメ。うまかったら、うまいなぁ。うん。でも、どうなんだろうなぁ。もうボクシングしようと思ったら厳しいかなと思って。どうだろうなぁ。でも、あれだよね、矢吹？はいはいはい。ガンガン前行ったんだよな。それで勝ったんだけど、はい、ケンシロウ選手ってものすごい、やっぱすごいと思う、才能、うんうん、ただここ弱いんだよ。そうなんですかね。で再戦やった時気持ち切り替えてたもんな、はい、ところはそう思った、うん、負けた時もうほんと、もう頭からくることがもうすごい嫌がって嫌がってて、途中折れちゃった。あの時はちょっと弱かったと思うんだよな。ほんで再戦した時はもうガラッと変わってたから、またもう進化したなとは思ったけど、はいはい、あのね、俺そうなんですよ、ケンシロウ、あれやりにくいぞ、あれは。やったら勝ちます、現役で。どうして、世界チャンピオン同士で。俺ね、アウトボクサーそんなやっぱ得意じゃない方だからな。アウトボクサーで思い出されるのが清水選手ですよね。清水友信。はい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 。あ、そっか、やりましたね。で、さ、11ラウンドかなんかで、10ラウンドでしたっけ？ 10 ラウンド。で、KO したんですよね。そうですよね。ポイントはちょっと際どくて。4ラウンドやって、1-0 で負けてたの。はいはい。で、8ラウンド終わって、2-0 だったかな。はいはい。2-0 だったかな。はい。いや、8ラウンドで、そうですよ。だって俺ポイント取れてるなっていうイメージで、で最後倒したイメージがありますから。で9ラウンド戦ったらまた取られて、はい、で9ラウンド終わった時点で 3-0 で負けてて、はいはい、うん、で、まあ、次の10ラウンドでなんとか KO で勝てたって逆転だったんだけど、いや、アウトボクサーにもしかしたら苦手ですか、やっぱ。そうね、ちょっと勉強足りんなって思ったな、あの時な。